ちらは鈴木の席でございますが、どちら様でございましょうか。大町と申します。どのようなご用件でございましょうか。そちらで新しく開発された電話システムについて知りたいんですが。ただいま席を外しておりますので、次のメッセージをお聞きください。お客様と昼食を取りに出かけますが、2時ごろ戻ります。そちら様のお電話番号をお聞かせ願えますか。044-855-1111 です。こちらからいつごろご連絡を差し上げたらよろしいでしょうか。私もこれから出かけるもので、4時半過ぎでしたらいつでも結構ですけども。ご用件を詳しくお聞かせください。音声認識装置を使った新しい電話応答システムを開発されたと聞いたんですが、それについての詳しい資料がありましたらいただきたいんですが。はい、確かにお伝えいたします。お電話をどうもありがとうございました。それでは失礼いたします。よろしくお願いします。斉藤です。大町と申します。そちらで新しく開発された電話システムについて知りたいんですが。044-85音声認識装置を使った新しい電話応答システムを開発されたと聞いたんですが、それについての詳しい資料がありましたらいただきたいんですが。メールのシステムと電話が一緒になっているのはとても便利ですね。メールの中にも書いておきましたが、苦心した点について一度詳しくお話を伺いたいのですが。横浜の工場で打ち合わせをしています。6時頃に。では録音を始めます。お電話とメールをどうもありがとうございました。このシステムを気に入っていただいてとても。はい、こちらは鈴木の席でございますが、どちら様でございましょうか。斉藤です。はい、斉藤様でいらっしゃいますね。前にいただいたメッセージは確かにお伝えいたしました。お電話とメールをどうもありがとうございました。このシステムを気に入っていただいてとても嬉しく思っています。来週こちらいらっしゃると伺っていますが、もし私が不在でしたらまた電話でメッセージを残しておいてください。もしまた伝言がございましたら録音いたします。必要がなければ電話をお切りになってください。もう一度そちら様からお電話をいただいたことをお伝えしておきます。はい、来週の火曜日にお伺いする予定です。お会いした時に音声合成。台湾の中華航空ライブにはスタートからただいま到着いたしました。お客様はバスでお入りになります。シャワーラインバスの台湾のバイチン。はい、こちらは鈴木の席でございますが、どちら様でございましょうか。私ですが。はい、ご連絡をお待ちいたしておりました。新しいメッセージが40分あります。一つは斉藤さんからです。どういう内容ですか。はい、来週の火曜日にお伺いする予定です。お会いした時に音声合成装置を使って電話でメールを読み上げる仕組みについてお話を伺いたいのですが、よろしくお願いいたします。次のメッセージは。一つは林さんからです。これは大変長いメッセージです。国際電話についてです。次のメッセージは。一つは東さんからです。
これは打ち合わせについてです。どういう内容ですか？今度の火曜日に新しいコンピューターシステムについて打ち合わせをしたいのですが、ご都合はいかがでしょうか？返事を録音してください。では録音を始めます。東さん、鈴木ですが、今度の火曜日は別な予定がありますので、できれば打ち合わせを水曜日か木曜日にしていただけるとありがたいのですが。録音を終わりました。次のメッセージは？一つは藤林さんからです。いつでしたか？昨日の午後6時にいただきました。どういう内容ですか？新しい電話システムのデモンストレーション用のビデオテープを今作っていると伺いましたが、出来上がったらぜひ一度見せてください。楽しみにしています。はい、こちらは鈴木の席でございますが、どちら様でございましょうか？大町と申しますが。前にいただいたメッセージは確かにお伝えいたしました。お電話をありがとうございました。今は会議の資料作りで忙しいので、明日お電話を差し上げます。もしまた伝言がございましたら録音いたします。必要がなければ電話をお切りになってください。もう一度そちら様からお電話をいただいたことをお伝えしておきます。お忙しいところ大変申し訳ありませんが、よろしくお願いします。電話をお待ちしております。もしいつものご連絡先にいらっしゃらない場合には